東京豊洲市場で新春恒例のマグロの初競りが行われました。今年の一番マグロも青森県大間産で3604万円で競り落とされました。午前5時10分豊洲市場で鐘の合図とともに新春恒例のマグロの初競りが始まりました。ずらりと並んだマグロが威勢のいい声とともに次々と競り落とされていきます。最も高い値をつけたマグロが一番マグロと呼ばれます。これまでの最高値は築地から豊洲への移転後初めて行われた2019年の初競りで、競り落とされた青森県大間産マグロの3億3360万円です。去年は最高値は1688万円でした。コロナ禍での3回目の初競りとなった今年の一番マグロは、青森県大間港で水揚げされた212キロの本マグロで3604万円で競り落とされました。